はい平成31年第1回担当試験本試験管理会計論の公表指揮解説を始めていきたいと思います担当アレクセン日光市二宮です、えー、どうぞよろしくお願いしますはい、えー、皆さん本試験お疲れ様でしたまあ今回管理会計論相当難易度が上がりましたねもう試験終わった後ねすごい絶望的な気分になった方が多かったんじゃないかと思いますけどもあのー、忘れないでいただきたいのはこの試験はあくまで相対評価の試験ですので まあ絶対的な出来不でで合否が決ままるわけではありませんからもう自分が難しいと思っていれば他の方も難しいと思っているわけですからもうみんなできないのは当たり前ですのでその点についてはね一つ思い出していただいてちょっとね気持ちをあの安らげてもらえればなと思います。で簡単に今回の試験をですね振り返っていきたいなと思いますので、まあ、画面を切り替えたいと思いますけどもまず形式面の分析なんですけども。 あのここは平成30年第2回の本試験と何も変わりがなくですね、まあ、計算理論で8問8問の出題構成になっています。で、原価計算論点からですね計算4問、理論4問、管理会計論点から計算4問、理論4問、ここの問題構成に関しても特に変わりはなくですね、だから出題の形式についてはねあの、皆さんなじみがあるというかね、普段ん、倒とか模試などで、まあ、見たことがあるようなね、そういった構成になっていると。 配点ベースで見ても特に前回試験と変わりはなく、まあ、計算が60点理論が40点という問題構成になってますねはい、まあ、ここは特にねあの変わった点はないというところなんですがやはりこの難易度の面ですね内容面っていうところが大きく変わって、まあ、難易度が飛躍的に上がっていますで各問題に対する正当可能性とかですねあと簡単ではあるんですけども各問題に対するまあコメントを掲載してありますので ちょっとご覧になりたい方はですねあの画,面止め画面を止めてみていただければと思うんですけどもで初めにあの今回の試験のですねあの合格ラインですね管理会計単体で見たときにこれぐらいはね取る必要性があったという点数をアナウンスしたいと思いますけれども、まあ、今回、こういった正当可能性高いもの中ぐらいのもの低いもの三3段階で評価して まそれぞれに正答率80％、50％、20％を配点に掛け算して期待値を出したところまあ、49.4点まあだいたい50点ぐらいっていうのがまあ、今回の管理会計の合格ラインになってくると考えてください。まあ、これはね相当に低いですね。あのここ最近の試験っていうのは管理会計単体で見ればまあ、6割以上っていうところはね点数取ってほしいという回ばかりでしたので。 まあそれからだいたい10点ぐらい点数が下がってくることになりますから普段皆さんが見慣れている登壇、まあ、とか模試よりもさらに難易度が高かったんじゃないかと思います。でまたねあの合格発表日におきましてあの監査審査会の方から平均点なども、ね、発表されますけどもここ最近の試験だと管理会計は平均点は大体40点後半なんですね。でおそらくあの今回についてはです、ね、平均点が30点台になるかと思います。 だから平均点ベースで見ても10点ぐらい、ね、あの下がる予想となりますので,でこういうまあ担当形式の問題で平均点が10点下がるっていうのは相当な難易度の、ね、上がり方になってくるかなと思いますので、まあ、皆さんの体感としてもですね、今回は本当にきついなと思ったんじゃないかなと思います。はい、で今回のの試験ににおいて、このまあ50点程度を支出すすためにはどうすれば、 よかかっったのてていううととりあえず計算についてはですねもう難易度が低のものがほとんどなんですけどもこの問題8と問問題題10ですね問題8の標準原価計算の問題についてはこれもうね見慣れている仕掛か,かり品勘定の作成問題ということになりますんでここはもう問題集などにも類似問題が載っていますんであのしっかりとね基本的な演習をこなしていた方はね点数取れたんじゃないかと思いますのでここはまあ絶対ね取らなきゃいけない問題だったと考えられます。 であと問題10ですね問題10の感度分析の問題となりますけどもこちらについてもあの落ち着いて対応すればね何も難しいところはない問題だったのでこの問題8と10は絶対合わせなければいけない2問だったとそう考えることができますで反対に他の計算問題は全て正答可能性今回は低いので あの全部が全部できなくていいってわけではないんですけども、まあ、この中から1問ないし2問取れていればですね本当に恩の字かんという,ふうに思います、まあ、それすらねあの難しかったって方多いんじゃないかとは思いますのでなかなかねあの計算については得点が 難しいところだったと思いますけどもなんとかねあの計算がこの8問10問だけだったら時間は余ると思いますので他のところに時間を割いてもらって落ち着いてね2問ぐらい取れていれば、まあ、合格ラインに乗っかってくるとあとはまあ理論で安定した点数が取れることが前提ですけどね。理論に関しては今回の試験は特に難易度自体はまあ標準的なものになってきますので。 資料いつもよりも少し理論については点数は取りやすめになってるかなという印象を受けていますので理論問題については特に原価計算の理論は、まあ、4問出されてますけどここは絶対3問は取らなきゃいけなかったかなと思います。はい、で管理会計の理論についても4問出題されてますけども、まあ、こっちも最低で2問は取らないといけなかったかなと、まあ、できれば3問ね取ってほしいところではあります。ただ、 今回問題9のようにこの品質管理会計とか BSC と呼ばれる分野ですねこれまあ試験範囲としては明示されなくなった分野なので正直取り扱いが結構難しい分野になってくるわけですけども、まあ、講義中にもねあの出るかどうかねちょっとわからないところになっているんだけれども概要ぐらいは把握しといてくださいねってことはアナウンスしていたので、まあ、そこができていた方はですねあの選択肢の正誤ぐらいは判断できたのかなというふうには思います。 ただもう全くね切ってしまっていた方なんかはあの品質管理とか BSG っていうのはちんぷんかんぷんだったと思いますので正当可能性っていうのはね大幅に下がってくるかなとは思いますけどもまあ最悪この問題ができなかったとしても他3問でなんとかねうまく点数を取ることができれば、まあ、十分かなというところです。はい、だから総括すると今回この50点を割らないためには理論で本当に安定したね あの7割から8割ぐらいの点数っていうのを取って頂い,いてで計算については絶対的に支出しなければいけない問題8と10の2問ですねここを取った上で、まあ、残りね12問っていうのを点数取っていくと、まあ、そういった対応を、ね、あの現場において取れた方は、まあ、50点を超えることができたのではないのかなというふうに思います。はいまあ、以上が、ね、簡単ではありますけども、まあ、今回の公表と いうことになりまして。で、今からですね。簡単に各問題ですね。解説をしていきたいと思います。あの、また詳細な解説につきましては、あの解説冊子が出るかと思いますので、そちらをご覧になっていただきまして。まあ、今回はね、まあ、暫定版じゃないですけども、簡単にここがポイントだったというところをですね。あの、ご紹介したいと思います。はい。で、お手元に、あの、問題ご用意いただきまして。問題一。 まあ、原価計算基準からのもうおなじみの出題ということになりますが、まあ、これは正当可能性もちろんこうということになります。で、選択肢、あの部分ですね。まあ、この最後の一文、この制度としての減価計算の範囲外に属するっていう部分が誤りですね。まあ、原価統制のために必要な資料、まあ、原価資料を提供することは。まあ、これは、まあ、原価計算制度における、まあ、役割というか、範囲内に属する計算ということになりますので。範囲外という部分が誤りだと。 であと選択肢 A ですねこの実際原価を計算することはストックワークをもって原価を計算することを意味すると書いていますけども、まあ、厳密にはね確かに実際のストックワークをもって計算するのが実際原価の厳密な計算ということになりますけども、まあ、その一方で予定価格等を用いた計算っていうのも、まあ、基準は想定していますので、まあ、そういった記述がないねこの選択肢っていうのは誤りだということになります。 ちょっと選択肢 A についてはですね、正語判断悩んだかもしれません。はい、だからまあ今回の原価計算の理論の4問の中でも問題1は一番難しいですね、まあ、残りの3問はこれは確実に取れるところとなりますんで最悪間違えてもいいのはこの問題1かなと思いますで次問題2の方見ていきたいと思いますけども、まあ、材料費会計からの出題ということになるんですがこれまあ 簡単そうな問題なんですけどもなかなか解けないと思いますこれは。というのもこれ材材料料 A と材料 B ののの購入原価の計算の仕方が違うんですよ普通皆さんの発想として A と B で共通の計算すると思うじゃないでですかでもこの問題に関して言うと材料 A が購入原価の算定にあたって含んでいる材料副費の範囲と材料 B の材料副費の範囲っていうのが違ってくるんですね。 具体的にその考えううる計算っていののはこの4パターンあります、まあ、資料3番に示されている外部服費のみを購入原価の中にまあ含めるという計算、まあ、これがまず一つですね一番材料の購入原価を小さくする計算ですねこれがで2つ目が外部服費だけではなくてこの研修費っていうところをまあ含めていくと。 まあ研修費のみを含めていいくという計算ですねで3つ目はこの外部副費に購入事務費のみを含めるという計算そして最後にこの研修費と購入事務費の両方内部副費の全てっていうのを外部副費に加えて購入減価算定にあたり考慮していく、まあ、これが購入原価を最大化する計算ということになります。 このまあ4パターンの計算でそれぞれ単価を求めていただくと材料 A と B についてそれぞれこういった単価計算結果になりますのでまあ全部ね割り切れる数字になりますのでこのうち選択肢に出てくる組み合わせで正しいものとしてこの材料 A12,608 と材料 B1755 ですね。 この選択肢5番に示されているものが正しい計算ということになりますので他の計算結果については、まあ、あのどちらかがねあの計算結果この表の中に存在しない、ね、数字が入り込んでいることになりますので、まあ、誤りりとということになりま,すまあ難しいですねこれはねあのこんな A と B でね まあそれぞれぞ別々の計算をするっていうのはそもそも発想としてないかと思いますので、まあ、この問題についてはねまずまあできなくてもしょうがないかなというところがありますね。はい、よろしいでしょうか。で次問題3番ですね見ていきたいと思いますけども問題3番については、まあ、個別原価計算に関するまあ理論ということになりましてこれはもうね、あのー、簡単な問題だと思います。 選択肢のとが誤りというこ,とで、まあ、この選択肢案については過去に何回も出されてますけどもこの自家用の工具の製作や試作品の原価を算定するために利用することはできないと、まあ、できないって書いてますけどできるというのが正解ですね。特に個別原価計算っていうのはその製品の原価を計算するだけでなくこういう自家用の工具の製作や試作品の原価であったり あるいはですね、この選択肢 A に示されているような無形の映画やアニメの制作などにも、まあ、適用することができると、特にその使用については制限はありませんので、まあ、そのことが分かっていれば、もうできないという記述がくれば罰だということがね、即座に判断できたんじゃないかと思います。で、選択肢 U については、まあ、これも簡単ですね、この原価管理を効果的に実施するため、まあ、原則として直接費を部門ごとに把握するのではなくて、間接費ですね、当然。 まあ製造・間接費っていうのを部門ごとに、えー、把握して、まあ、部門別の配布をしていくっていうのがまあ原則です。はいまあ、これはもう絶対合わせなければ,合わせなければいけない、ね、問題だったと、まあ、そう考えることができます。で次問題4ですね。まあこれがね時間かければ解ける問題なのかなと思います。まだあの今回用意されている原価計算の問題の中で正当可能性低の問題の中だと。 まあこれはね時間かければ何とか対応できたんじゃないのかなという問題です組み立て部門費の配付債を答えるという問題なんですがまあ、とりあえずね何が計算で問われているのかっていうのを確認してからね資料の整理を行っていてくださいね組み立て部門の配付債っていうのはどういうふうにして求めることができるかっていうと予定の配付額から実際の発生額をマイナスすることによって計算できるわけですよね とりあえず予定の配布額を計算するためには予定の配布率っていうのを求める必要性がありますので、まあ、資料の2番で与えられている予算データですねこちらを用いて組み立て部門費の予定配布率を算定していくと、まあ、そこからスタートですねで注意しなきゃいけないのはこの 資料の2番「製造関節費の予算が」っていう風に書いていますのでこの今回は子孫に関しては間接経費処理をするとこの子孫時費を組み立て部門費の予定配布率に含めて計算するっていうのはこれは関節経費処理ってことになりますのでこの予算データの中には子孫時費っていうのが含まれていないわけですから2160万に 資時期の予算額2,178万というのを加えて、まあ、組み立て部門における第一次集計額としていかなければいけません。したがって4,338万円というのが組み立て部門費の、まあ、第一次集計額ということになりますね。はい、で動力部門540万の予算を基準創業度24万キロワットで割り算すれば 予定の配布率が単価22.5円と求まりますので、まあ、これに資料の4の括弧3で与えられている、まあ、当年度の塗装部門に対して9万6 0 0 0ット組み立て部門に対して14万4 0 0 0ットの動力を提供する予定というこの資料を使ってそれぞれに対する配布額を計算してあげれば216万と324万というのが求まります。 でこれを第1次集計額に合算すれば第2次集計額が求まりますので塗装部門費組立部門費のこの予算額これを基準創業度2万5000時間と1万8000時間で割り算すれば予定の配布率はそれぞれ986.4円と2590円っていうのが求まりますだからもう組立部門における予定の配布率は2590円って求まったわけですから これに実際の創業度である資料3番に示されている1,600時間を掛け算すれば予定配布額を計算することができます。でその金額から組み立て部門における製造・間接費の実際発生額をマイナスすればいいわけですけど、まあ、今回製造・間接費の実際発生額も自分で計算していかなければいけないとまず、まあ、動力部門費45万っていうのをこれをまあ実際配布していきましょうと。はい 資料の4の括弧5に示されてますけれども、45万の金額を塗装と組み立てに対して配布をしていくと。まあ、すると組み立てに対する配布額っていうのは、まあ、これは20万2500円っていうのが求まります、はい。この資料の括弧4番を計算に用いてください。まあ、合計2万キロワットですね。45万割ることの2万キロワット、かけることの9000キロワットをすれば、 組み立てに対する実際配布額を計算するることができるでさらに忘れちゃいけないのは今度資料の1番を使っていくことになりますけどもこのナンバー100からナンバー200の2まで4枚の製造差し出書が与えられているわけですけどもこのうちナンバー100の2とナンバー200ですねこの2つが子孫時期になるものですよね子孫時期 ナンバー100の2とナンバー200っていうのがこれが子孫慈悲になっていきますので、まあ、この組み立て部門で生じた子孫慈悲としてカウントしていく必要性がありますので組み立て部門における製造・間接費の実際発生額の中にナンバー100の2とナンバー200に集計された金額を振り返っていく必要性があります。はい、そここがねねちょっっとと構造的に難ししいところだったかもしれません、ね あのどうしてもね個別原価計算の問題だと直接経費処理の問題を皆さん普段やり慣れているのでナンバー100の2をねナンバー100に振り返るナンバー200の金額をナンバー200の2に振り返るっていう問題が皆さん解き慣れていると思うんですけどもこの問題はここに集計された金額を組み立て部門費の方に振り替えていくと、はいまあ、そこがねちゃんとイメージできたかどうかっていうのが一つのポイントになってきます。 であとはもうナンバー100の2とナンバー200のこの塗装部門費の予定配布額と組み立て部門費の予定の配布額、まあ、これを計算して直接材料直接労務費と合算してから評価額をマイナスすることによってナンバー100の2の金額147万3274ナンバー200の金額179万7316っていうのを計算することができます。はい でこの金額を組み立て部門費の実際発生額としてカウントしてあげて、まあ、合計出してあげれば527万3090円っていうのが求まりますんで先ほど求めた予定の配布額からこの金額を差っ引いてあげれば112万9090円の不利債っていうのが回答として求まりますね。はいまあ、答えを見てしまったらねああそういうことかと。 いう感じになるかと思うんですけど、まあ、なかなかね。あの本試験の緊張感の中だとまあ、冷静な対応が難しかったのかな？ということで、まあ、正答可能性は低ということになります。はい。ただ、まあ他の問題に比べてみるとね。まだこの問題は解きやすい方なのかなと思いますので、本当にあわよくばね。あのできてほしいかなというところがあります。で、次問題5。これも簡単な問題ですね。確実に正解したいところです。 まあ選択肢の「後と「が誤りで,で「A に関しましては総合原価計算において子孫自品が生じた場合その売却収入を原価計算に反映しなければならず原価計算外の収益とすることはできないって書いてますけどこれはできるですね。はいまあ、基準の28番ね忘れた方は見直しをしておいてください。で選択肢の「絵に関しましてはこれ等級別総合原価計算とか等級品って書いてますけどもこれ連算品の計算に関する規定でしたよね。はい まあ連産品については必要ある場合には一種または数種の価格を副産物に準じて計算し、まあ、これを、まあ、1期間の総合原価から控除した額をもって他の、まあ連産品の価格とすることができるというね、まあ、この規定がまんまね基準に掲載されてありますのでまた忘れてる方は、ね、そちらについても確認をしておいてください、はい、よろしいでしょうかで次問題6ですねこれがまあちょっと あの口が悪いかもしれないんですけどまあ何を考えて出したんだろうってところが正直ありますね。まあ、試験員の方は何を思って出したのかちょっとわからないんですけどもう資料が多すぎてねちょっとほんと小さくなっちゃってますからね無理やり1ページに収めようとしてかなりね見づらくなってますね。まあ幸いにしてねこうか不幸かこの問題パッと見でやばいのがわかるのでまあもうね 一瞬見ただけでこれ解かなくていいなっていう判断もできた方が多いんじゃないかなと思いますから、まあ、基本的にね、あのこの問題についてはあまりね、本試験の時間の中だと触れる必要性がなかった問題ということになります。まあ、これ1問で別に論文式本試験の総合問題1問として出すことができるぐらいですからね。平均的なその、 レベルの受験生の方が解いていくとおそらくこれ1問解くのに15分とかかかってくるんじゃないかなと思いますのでまあ現実的ではないですねこれを解いていくのはねはいだから相当に分量が多い問題だったと。まあ、工程別計算と等級別総合原価計算が組み合わさってますからねはい。 まあ、とりあえずね、まあ、解説していきたいと思うんですけど、まあ、製品 B の完成品の単位原価を答えなさいということで、まあ、生産データに関してもいろいろと推定しなければいけない部分があるので結構厄介なのに加えて、まあ、第一工程に関してはこの個数とキログラムっていうね単位の違うものがね表示されていてどちらかに単位を揃えていく必要性がありますす、まあ、キログラムに揃えてもらった方がが計算がしやいいと思います。 で今回まず減損各自計算になってますけども、まあ、当月投入量が3 0 0 0キロで支店で,で減損については発生していて投入量の1%が減損になるって言ってますんで3 0 0 0キロに対して 1%, 1を掛け算すればここは3 0キロっていうのが簡単に求まります。減損は30キロですねであとはまあ完成品の数量を求めるにあたってこれ単位を統一してあげる必要性がありますから。 まあ全部キロ,グラキログラムに直してあげると、まあ、月初はこれ10個で10キロ掛け算すれば100キロ月末は60キロってことになりますのであとはまあ貸借の差額を取っていただければですね完成品の数量っていうのが、まあ、これが3010キロっていうのが求まりますね。はい、キロですね。 3 0 1 0キロっていうのが求まったらとりあえず第一工程の完成品の原価を出していくことになりますので、まあ、こういったボックスを作っていただいていつも通りの計算を先入れ先出し法に基づいてやっていただくことになります。で今回ね幻想については処理方法が度外視なのか非度外視なのか明確な指示がないわけですけども。 1> まあ第1工程で生じる、まあ、正常減損に関してはこれ視点で発生しているものになりますので度度外しようだろうが非度外しううだだろろがが非どちらで計算しても計算算ても結果は一致すすることになりますでついでに言うと第2工程に関しましても正常子孫っていうのが終点発生なんで度外視で計算しても非度外視で計算しても計算結果が一致しますのでよりまあ計算が楽な度外視でやっていただくのが手っ取り早いかなと思います。はい すると、第一工程の生産データですね、まあ、これ、キログラムベースで生産データボックス上にまとめると、こうなります。原、まあ、損度外し後だと、2970キロが当月投入数量。で原料費は29,700,000円と与えられてますんで、まあ、これ、単価求めれば1キロ当たり10円っていうのが求まります。で、月末の評価をすればまあ600円。 貸借の差額を取ってあげれば3万80っていうのが求まりまりすね、はい、で加工費についてもいつも通り加工換算量ですね月初と月末について求めていただいて貸借差額で当月投入数量を求めてこの当月の第一工程の加工費3万1 2 0千円ですねこれを3012っていう当月投入数量で割り算すれば単価10円と。 でこの単価に基づいて、まあ、計算していけば完成品に含まれていく加工費は3万120とで。これで第一工程完成品の原,価求まります原料費が3万80加工費が3万120合計6万200っていうのが求まりますね。まあ、これを全量を第二工程の方に振り返っていくわけです。でちなみにこの第一工程完成品は3万1 0キロですので。 これは個数ベースに直しててあげるとと個個個ってこにになりますね個個数に換算すると301個ってことになるのでこれが全量第2工程に振り返られていくわけですから製品 A に対して121個振り返られていってで残った301から121をマイナスした180個っていうのが、まあ、製品 B に用いられた第1工程完成品ということになります。 これでまあ、生産データについては整理がつきますね。まあ、第2工程の完成品の数量ですね。また対借差額で求めていただければですね。まあ、製品 b に関してはまあ完成品が178個ですね。はいまあ、これが求まります。 で第一工程完成品の原価は6万200でしたけれども、まあ、1個あたりは200円っていうのがまあ求まりますので2 0 0との当月投入180個で3万6万6千です,ですよと。でいつも通りですねもう計算進めていただいて正常減損は終点発生ですからもう完成品の原価計算するときに一緒にまとめて計算してしまってください。 まあすると3万,万6846っていうのが、まあ、これが前工程費ですね第2工程完成品に含まれている前工程費ということになりますで同様に加工費について計算していくんですが加工費についてはこれは等級別総合原価計算を適用していくことになりますので、まあ、当月製造費用安分法っていうのを採用していきます、まあ、製品 A と製品 B の 当月投入の換算数量を求めてもらってそこにいつも通り積数をあ、0日係数掛け算して積数を求めてもらって積数基準にしてこの共通的に発生する第二工程加工費24万7800円を半分してください、まあ、すると製品 B に対する半分額は17万4000っていうのが求まりますはまあ特にここはいつも通りの計算ですんでね ここまでくればもう問題ないかと思いますけども、まあ、加工費17万4,000っていうのが求まればいつも通りこのボックス加工換算量に基づくボックスを用いて完成品に含まれる第2工程加工費を計算してもらえれば18万492が求まりますんで、まあ、この前工程費と合算して 完成品の数量178個で割り算してあげれば単価1,221円っていうのが求まりますねまあ1,221,000円ですね1,000円っていうのが求まりますはいまあ相当むずいですよねこれはねなかなかねここまでケアレスミスなくね最後までたどり着ける方っていうのはほとんどいないかなとしかも本試験でね時間に追われている中だとまずね 回答できる方はいないと思われますのでこれについてはねもうできなくても全く気にしないでください、はい、で次問題7番ですね見ていきたいと思いますが、まあ、こちらもまた原価計算理論ということになりまして選択肢の「あ」と「う」が誤りですね非常にまあ簡単ですね、まあ、材料受け入れ価格差異の計算についてまず選択肢の「あ」はね間違いがありますね この実際の消費数量を乗じて算定するって書いてますけどこれは購入数量ですね、はい、で選択肢の「う」については「異常な原因により発生した際」については「売り減と期末の棚卸しさんに、まあ、配布するって書いていますけども、まあ、異常な原因によって発生した際についてはこれは非原価項目ということになりますんで正しくは「多額な際ですね。 原価差が多額に生じた場合ですねこの場合売り減と期末の棚卸さんに対して配布をしていくとまあこの辺はねあのもう皆さん見慣れてるともう何回も見たことがあるね規定になりますから即座にね正誤判断できたんじゃないかなと思います。はい、で次問題8ですね標準原価計算の問題ですけどもまあ これはね、あの冒頭でお話をした通り、正当可能性高ということで、まあ、かなり簡単な問題ということになります。もう問題集でも類似問題ね、何回もやってるかと思いますので、まあぜひねこれは正解して欲しかった内容です。えとりあえずね、まあ、この生産データですね。 まあこの異常減損っていうのをまずね計算してみようと思いますけどまあ減損が1 0 0キロで内訳として正常減損何キロで異常減損が何キロかっていうとまあ減損は工程の終点で出るわけですからこの完成品の数量に対して正常減損率2%を掛け算すれば正常減損は7 0キロというのが求まります。で1 0 0キロから7 0キロをさっぴいた3 0キロっていうのが異常減損ということになりますね。これでまあ生産データ まあ、ボックス上にまとめていただくとこうなりますね。まあ、実材料と加工換算量、それぞれまとめるとこういった形になります。で、もうこれができれば。溶けたも同然だと思うんですけども。まあ、空欄あ前月繰り越しまあ、月初仕掛品の標準原価ということになりますが、まあ、月初は400キロで加工換算量は200キロですんで、まあ、それぞれに。この。 5,000円と9,600円と1万6,000円っていうのを掛け算して合算すれば712万っていうのが月仕掛り品の標準原価として求まります、はい、で今度空欄い E 完成品の標準原価については資料1番に示されている原価標準3万12 1,212に完成品数量ですね3,500を掛け算すれば1億924万2,000円っていうのが求まりますね。はい ちょっと数字が大きいんですけども,もう単純に掛け算すれば終わり異常減損費についても同じこの1キロあたりの賞味の標準原価3万600円に対して異常減損の数量を30個っていうのを掛け算すれば91万8000円です、はい、であと選択肢「A から花」で問われている直接材料費の際直接労務費の際製造・間接費の際についてはこの当月投入の 標準原価それと実際に発生した金額の差を取ってあげればいいわけですからもう簡単に計算をすることができますまあこれはね本当にあに、のー、5分ぐらいで終わらせて他の問題に臨んで頂きたかったかなという問題になりますねで今度問題9見ていきたいと思いますけども問題9は 「う」とこになります。でウに関してはこれ管理可能性について問われていて管理可能費はその責任センターの管理者がその発生額に対して完全な影響力を及ぼすことのできる原価って書いてますけどこの「完全な影響」っていうのが正しい内容となりまして、まあ、そもそもね完全な影響力を駆使することができるようなコストっていうのはほとんどありませんので。 まあ相当程度の影響力をまあ駆使する及ぼすことができるような日目については管理可能費だと考えていこうとしたがって、まあ、この購買部長にとってはですね、まあ、こういった材料価格のまあ変動っていうのはまあ管理可能性があるとそう判断することができますね。はい、で選択肢の絵についてはこれは BSC の概要が問われているわけですけども、まあ、この2行目の講談の部分が誤りですね。 BSC における因果関係とは4つの視点間の関係を示すものではなくって書いてますけどもこの4つのの点間の因果関係っていうところも想定しています因果関係という内容には単なるその横の因果関係だけではなくてここでいうところのこの視点間の因果関係縦の因果関係っていうところも BSC はまあ考慮していますんで、まあ、それが分かっていれば、まあ、即座にね正誤判断ができたという内容ですね。はい まあ知らないともうどうしようもないところですね、これはね。もう完全に知ってるか知らないかっていうだけの話です。はい、で、次、問題10ですね。これも計算問題の中だと、今回ね、かなり簡単な問題だったということで、まあ、落ち着いて対応していけばね、なんてことない問題です。感度分析なんで、まあ、とりあえず、この冒頭の指示が与えられている通り、変動費と固定費に関する資料が示されているので、 まあこの材料費からですねこの一般管理費までをまずは個変分解してあげて変動費がいくら固定費がいくらっていう風に集計をし直してあげてから直接原価計算の PL に変更してください。でするとこの現状ね全部原価計算の PL になっているわけですけどこれを直接原価計算方式に直していくとこうなりますね。はい で選択肢 A についてはこの現状の状態からですね販売価格を10%値下げして販売数量を35%増加させることが期待できるって言っているのでこの3 7000に対して1-10%掛け算してさらに1プラス35%を掛け算すれば4 4955っていうのが売上高です。で変動費についてはこれは 販売数量によって変動費は増減するわけですから35%販売数量が上昇すれば16,650に35%を掛け算した金額分だけ変動費が増加することになりますから16,650に1プラス35%を掛け算した22,477.5っていうのが変動費の金額として求まります。 よろしいですかここまあもしかしたらねあの間違えてしまった方いるかもしれませんね。あのというのもこちらの現状の変動比率をね選択肢あの売上高に掛け算してしまうっていうミスが予想されますね。まあ、それいけませんからね変動比率変わってますから売上高この販売価格が変わることによって変動比率は変わってますんで現状の変動比率を掛け算しては当然にいけないと。 その点ね、あのー、ちゃんと注意が向いたかどうかっていうのが一つのポイントです。で、固定費は1万7350で変わらないんで、まあ、これを差っ引けば営業利益5127.5、これを売上高で割り算すれば割り切れませんけど 11. 約4%っていうのが求まりますんで、まあ、営業利益率10%を超える案ということになります。選択肢は正しい。で、今度選択肢、広告宣伝費350千円を払うことで、 ま現在の販売価格のままで販売数量を5%増加させることができるということでまた同じように売上高と変動費、まあ、これ5%上昇することになります。で固定費についてはこの350銭の広告宣伝費が加わって1万7700銭円これで営業利益計算すればこの金額になって営業利益率は9.4%という値になります。だから選択肢についてはこれは誤りですね。 で選択肢、U、現在自社で行っている製品の配送を販売代理店に委託することによって販売費のうち5 0 0 0円の人件費を引き下げることができるとただし販売代理店には売上の1%の手数料を払わなければいけないっていうことでとりあえず現状の売上高っていうのは変わらないで変動費についても変わらないとでこの売上高3万7,000円の1%の手数料分だけ固定費が増えると。 だけれども500,000円固定費が今回下がりますのでこの上がる分と下がる分っていうところを加味してあげれば17,220,000円っていうのが固定費の金額これを営業利益の計算過程で控除していけば3,130というのが営業利益売上高営業利益率は8.5%というのが求まりますだから選択肢「う」についても誤りだというのが分かりますで最後選択肢「え」ですね まあ現在、自社で行っている製品製造、材料無償支給による外注化によって、労務費のうち1000000円の人件費を引き下げることができると、ただし経費として新たに250000円が発生しますよっていうことで、まあ、固定費1000000円下がるんで 16,、1万6350、変動費は250増えるわけですから 16,、1万6900、売り上げは変わらないってことで、営業利益は3750。 売上高営業利益率は10.1%なんで絵は正しいということがわかります、はい。まあこれは本当にあの単純なケアレスミスさえ生じなければ確実に正解できる問題ということになりますから、まあ絶対に取らなければいけない問題だったとまあそう考えることができますね。はい、で次問題11ですね。予算管理に関するお話ということで、まあ選択肢の後絵が誤りです。 であから見ていきますと部門予算と総合予算とは予算が適用される企業内組織の範囲に基づいた分類であると予算編成プロセスでは各部門がそれぞれの活動を計画して部門予算を編成しそれらを調整せずに単純に合算すると企業全体の予算総合予算が出来上がるっていう風に言ってるんですけど、まあ、そうではなく 部門予算原案っていうのが出された時に経理部予算課の方で、まあ、そのトップマネージメントが示している予算の編成方針と手出し照らし合わせてみてちゃんと予算編成方針に、まあ、そぐったね部門予算原案が出てるかどうかをチェックするわけです。でトップマネージメントが示しているそういった予算編成の方針にそぐわないところがあれば部門の予算案っていうのを突き返してまた見直しをしてくださいというそういう調整をしていくわけですよね。 したがって調整せずに単純に足し合わせるなんていうのはありえないので、まあ、選択肢の A については誤りだということになります。基本的な予算編成のプロセスが頭の中にイメージできているかどうかっていうのが問われてますね。で選択肢 A については、これ全ての予算スラックを排除しなければならないって書いてますけど、正しくは角の予算スラックですね。 予算スラックっていうのは全部が全部否定されるものではなくて過度の予算スラックっていうのは予算そのものを形骸化させることになりますんでそれは当然に認められませんけども適度な予算スラックについては環境変化に対する干渉剤として機能することになりますので選択肢の絵については全てのって部分で正互、まあ、判断をしていただきたかったという問題ですね。はい、よろししいでしょうか で次問題12です、ね、原価管理ですけれども、まあ、選択肢「い」と「え」が誤りで「い」から見ていくと原価規格に関連する組織的側面の1つにサプライヤー関係があると例えば「対応図メーカー」と呼ばれるサプライヤーと共同で設計を行うデザインの活動があるっていうことで、まあ、これ「少人図メーカー」っていうのが正しい記述になります。 まあ原価企画を成功させるためには対応図メーカーよりも少人図メーカーの存在技術力っていうのが重要だったわけですからそのことが頭の中に入っていればですね、まあ、これは簡単に整合判断できたんじゃないかと思います。であと選択肢 A についてはこれはねあの過去に何回かこういう引っかけは出されているわけですけどこの、まあ、原価改善ときて最後のファーストルック VE って書いてますけども、まあ、これはセカンドルック VE というのが正しい記述になりますんで。 この部分で正誤判断ができますね。はい。以上が原価管理に関するお話と。で、次問題13ですね。abc に関する理論問題で、あといが誤りということになります。で、あに関してはこのここの abc の部分を abb ですね。アクティビティベースとバジティングバジェットですね。バジェット abb の方に直してもらっても結構ですし。 まあ、あるいはこの ABC の記述を、まあ、正しいものと考えていくならばこの,この部分正しいと考えるならばますよねまずは資源ドライバーを用いて各活動の原価を計算し活動ドライバーを用いて原価計算対象に対して活動原価の割り当てを行っていくわけですからそこの基本的な流れがね分かっていれば即座にこれは逆だというね判断ができたと思います。はい で次の選択肢ですね、まあ、ABC における活動っていうのは階層をなしているわけですけども、まあ、製品単位レベルバッチレベル製品支援レベル工場維持活動ですね、まあ、この4つの階層に分かれるという点は正しいでこのうち製品支援活動は製品の生産活動を行う企業全体を維持するために必要な活動っていうふうに書いてますけど、まあ、これは工場ですね工場維持活動が正しい窮層になりますので。 まあ少なくともね「あのう」と「え」っていうのもこれは絶対的に正しい記述だっていうのは読めばねわかる内容となっているはずですんで非常にまあこれは今回の理論の問題の中でも一番平易な問題だったのかなというふうには思います。はい、で次問題14ですね。これがまあちょっと厄介な問題ですね。 ままあ、ま価管理の問題とととと考えるここがでできすすけども、まあ、見たことないと思うんですよ基本的にだからもう完全に現場で対応していかなければいけない問題なんでもうこんなものはねなかなかその事前の対策として何かね対策を講じておくっていうことはできませんからまあ、全受験生がね初見で臨んだことになったかと思います。でもう本当に落ち着いてね普段の自習の時にね 解くのであればそんなに難易度は高くないんですけど。まあ本試験の中でね。これ解かなきゃいけないっていうのは相当に酷な話だったと思いますね。で、まず選択肢 A から検討していきますと、不良品率を現状より1割減らすことで書きすことができる場合、その経済的な効果は見積もり額は月間400万円であるっていうことで。 今、不良品率っていうのがこれ10%なんですね、10%。この不良品率っていうのが減れば、外部に販売できる良品の数っていうのが増えるわけです。はいまあ、現状よりも1割減らしていくことができればと言っているので、今10%ですから、この1割ということになりますんで、まあ、1%ってことになりますね、はい、1%。 不良品率っていうのを9%にすることができれば、いくらの経済効果があるのか1、1%削減できればいくらの経済効果があるのかが問われているで。この8万単位に対して1%を掛け算すれば、800というのが求まりますね。800単位。要は不良品率が1%改善するだけで、800単位外部に販売できる数量が増えるわけですよ。 だからその800単位分の売上が増えるわけですよね。1個あたりは5000円ですんで、5 0 0 0る8 0 0で400万円っていうのが、まあこれが経済的な効果です。非常にまあ計算はシンプルです。こういった直接材料費とか変動製造間接費っていうね、 この変動費を考慮する必要性がないのかってね疑問に思われるかもしれませんけど、そもそも8万単位の製造することはもう確定なんですよ。別に不良品率が10%だろうと9%だろうと8%だろうと、8万単位分の製造することは変わりがないので、原価の発生総額そのものは変わらないわけです。8万単位作ることを前提に、 子孫になるものを削減して外部に売れるようにしていくだけなんでそれによる経済的な効果を計算するときに直接材料費や変動製造間接費っていうのはこれ差額原価を構成しませんのでこれらは全て埋没原価ってことになりますから単純に5000円かけることの800単位っていうのがこれが差額の利益ということになりますね。はい、不良品率を 改善することによる差額利益っていうのが400万円ですよとまあそこの判断ができたかどうかというのがポイントになってきますで今度選択肢については定期保全故、故障の修理、作業の段取りなどの機械停止時間を現状より1割減らすことができる場合その経済的な効果の見積もり額は月間560万って言ってますけども まあこれはね460万っていうのが正しい計算結果になりましてこれ現状より1割ねこういった機械の停止時間を減らすとすなわち今40時間機械が停止している状況なんですよ。だから4時間分だけ機械の停止時間を減らすことによって何個追加的に生産することができるかって考えてあげると4時間 機械動く時間が増えれば何個作ることができるかっていうとこれ8万単位割ることの160時間で1時間あたりは500単位製品を作ることができますんで4時間だったら追加的に2,000単位作ることができるわけです。でその2,000単位追加的に作ったもののうち10%は正常な子孫になってしまいますんで残りの90%っていうのが外部に販売される良品ってことになります。 だから1800単位だけ追加的に販売すするることができるんできんね。従ってこういう計算単価5,000円の販売単価に1,800単位これで追加的に獲得できる差額の収益でここから差額の原価ですね直接材料費単価1,500円と変動製造間接費単価700円合計単価2,200円に2,000単位ですね追加的に2,000単位作るわけですからここ注意,する注意する必要性がありますね。 これ結構ねやりがちなミスとしまして5000円から2200円差っ引いてその全体に対して2000単位というのを掛け算して560万っていうふうに回答してしまうそれがまあ本問におけるねこの引っ掛けになってるわけですけども、まあ、そういう計算をしてはいけないとはい販売されるのは1800単位作ったのは2000単位ですはいで今度選択肢「う」ですけども あ、あとすみません、言い忘れていましたが、直接労務費に関しましては、これは基本的にも固定費って考えることができますね。今回の問題の場合だと、直接労務費についてはこれまあ月給制っていうふうに言っているんで、固定的に発生する金額を、まあ、こういうふうに変動費であるかのように犠牲しているだけですよね。あたかも製品1個あたり追加的に作ることによって発生するかのように犠牲をしているだけで。 あくまで総額では一定ということになりますから、直接労務費は本問においては、これは埋没減価ってことになります。固定製造間接費は当然に埋没減価です。で選択肢 U ですね。設計の変更によって直接材料の消費量を現状より1割減らすことができる場合、その経済的な効果はいくらかっていうと、 まあ現状より1割減らすことができればこの1500円にパー10%掛け算した150円ですね製品1個当たり直接材料費を150円削減することができるとで8万単位作ることが前提ですから150円 ×8 万単位で1200万っていうのがこれが選択肢「う」の回答ですだから「う」は誤りだというのが分かりますねで最後選択肢「え」については 後方改善によるスピードアップによって時間当たり生産量を現状より1割増加させることができる場合その経済的な効果の見積もりは月間1840万円ですよということで、まあ、生産量を現状より1割増加させるわけですから今8万,単位だ8万単位ですけどこの1割ですから8000単位増加するわけですで先ほどの選択肢、e、を、ね、検討した時と同じで8000単位追加的に生産することができれば 販売できるのはそのうちの9割ですので7,200単位です。だから経済効果を試算するときに7,200単位分の売上と8,000単位分の差額減価ですね。この差を取ってあげて差額の利益を計算すれば1,840万というのが経済的な効果として計算することができます。はい。 だからまあ原価管理の論点というよりはそうですねまあ業務的意思決定の論点とまあ見る方がいいのかなと思うんですけどもまあ業務的意思決定に関する基本的な知識のみあればねあとはこういったね資料に惑わされなければですね対応できる問題だったということでまあ落ち着いてやればねまあこれもできなくはないのかもしれないですけどただまあ今回のね問題の中でもちょっと見慣れないっていうところでですねあの難易度が高いね内容だったと思います。はい まあ正当当可能性は当然ににとということになりますで問題15アメーバ経営ですねこれも正当可能性低でまあアメーバの計算なんかをねしっかりとやってた方なんかほとんどいないと思うんですでしかもアメーバ経営については試験範囲として明示されなくなったんですよミニ,ミニプロフィットセンターっていう内容がねだからまああの 去年までの試験に比べてみると相対的にですねちょっと重要度が落ちたのかなっていう風に考えられたんですけど普通にまあ計算問題でがっつり出てしまってますねはいだから今後の対策がねちょっと難しいところがあるかなとは思うんですがただこういったアメーバ利益とかね時間あたり採算の計算をする問題っていうのは決して難しくはないんですよ見慣れないんでねどっから手をつければいいかねちょっと悩ましいところあるかもしれませんけども答えを見ればねまあそうだよねっていう感じで まあすぐに対応できるようになります、これは。これ、まあ現状のアメーバアルファからガンマまでの現状の時間あたり採算っていうのをまとめています。アメーバごとのこういった損益計算っていうのを行ってください。で、まずアメーバガンマから見ていくと、売上高っていうのはこれは。 9万個かけることの単価250円で2250万がアメーバガンマの売上になります。まずここの知識がないとね対応できないですね。売上っていうのはこれ製造アメーバで認識するもので営業アメーバで売上収益に相当するのはこの製造アメーバから受け取ることができる営業構成営業の手数料ですね。それが営業アメーバにおける収益源になってきますんで。 あくまで売上そのものは製造アメーバの方で認識されるというねこのまあ前提知識がないとまあどうしようもない問題ですね。はいまあ、逆にそこが分かっていればあとはそんなに難しくないんですねこれは。アメーバガンマにおいてはこれは資料の3番におきまして製品 X の生産に必要な部品 Y について前工程である製造アメーバ β に120 0円 かけることの94,500個の発注をかけて交渉が成立したって言っているので、1個あたり120円で94,500を掛け算すれば1,134万円っていうのがまあ社内の仕入れアメーバベータからの仕入れです。これがまあアメーバベータにとっては収益になるわけですよね。この辺はね事業部制における内部振替と特に変わりはないです。 でアメーバガンマにおいて発生する経費はこちら492万円ですよとこれはもう資料の5番で与えられていて販売手数料ですねこれを販売のアメーバに対して営業アメーバに対して払っていくことになりますので、まあ、これは売上高に対する10%ですんで2250万の10%の225万円、まあ、これを販売手数料として、まあ、損益計算に含めていって アメーバ利益計算してあげれば万円っていうののがアメーバガンマの利益ですこれを総時間2,000時間で割り算すれば1時間当たり円っていうのが求まりまりす、ね、で同様にアメーバ β に関しても発生経費は資料で与えられているので社内の仕入れについてはですねこれはアメーバ α から仕入れてくるものが資料の4番に示されていて。 単価60円 ×99,225 個で595万3,500円というのが社内仕入れ。これはアアメーバアルファににおける収益に相当します。これで同じようにアメーバベータの利益を計算すれば212万で総時間1,000時間で割り算すれば2,120円が1時間当たりの利益。 で、アルファについても計算すると円が1時間当たりの利益。まあ、この3つを比べればねアメーバガンマっていうところが一番時間当たり利益は小さいので、まあ、これを改善しようというストーリーですねで具体的に第1案と第2案っていうのが用意されてるわけですけど第1案は製品 X の販売単価を5円上げるという案で今までは 250円で受注をしていたんですけどこれ255円にするわけですから255円 ×9 万個で2295万円がアメーバガンマの収益になりますで社内の仕入れとかは特に金額変わらず発生経費も一緒販売手数料だけ変わりますからねここが注意が必要です販売手数料については売上の10%ですから2295万に10%かけ算した229万5000円 これで利益計算すれば439万5千円ですから2,000時間で割り算すれば2,198円っていうのが1時間当たりの利益で、まあ、だいぶ改善しましたね現状よりも。はい、で今度第2案はどうかっていうと工程の部止まりを改善して部品 Y の消費量を9万2,700個にしていくと。部品 Y はは、これは 1>, 1個あたりはですね120円だったもので今まで94,500個消費をしていたわけですけど、まあ、これを92,700個に減らすと言ってますんで1 2 0 × 120かけるごとの92,700で社内の仕入れの金額が第2案では変わりますそれ以外は特に変わりがなく営業利益計算していけば420万6,000円と総時間で割り算すれば時間当たり採算は2,103円ってことになりますんで まあ第2案よりも第1案の方が改善が大きいのでこちらを採用するのが望ましいという結論になります。よろしいでしょうか。まあアメーバのね、あのー、理論的な計算のやり方とアメーバ利益の理論的な計算のやり方とあとまあ問題集にもねあのー そういった時間あたり、採算を計算させるような問題っていうのはありましたので、まあ、テキストの読み込みとまあ、問題集のそういった問題ですね。やったことがある方は、もしかしたら現場で対応できたかもしれないというまあ、そういったレベルの問題になりますね。はい、ただ、これもねあのー、繰り返しになりますけど、まあ、できなくてもね。これ自体は合否にはあまり影響はない問題となります。 で最後ですね、問題16、設備投資ですけど、これもね、結構、解けそうで解けないというか、まあ、いやらしいですね、ちょっとサービス問題置いといてくれたらいいのにって、本当に思うんですけども、この問題も本当に、あのミスが生じやすい問題になります、トラップがありますね。で、まずね、これ、ワックも止まらなかったって方、いるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、落ち着いて対応すればね、ワックの計算も別に難しくないはずなんですけど、有利主宰が3000で、 3000万千円でこの自己資本が450万1000円ってことでこれまあ4対6なんですよね0.4と0.6なんですよね割合として40%と60%ですで有利子負債は40%ですかこここ40%ですよでここ全体が60%ですよ、まあ、これが初めに判断できるかどうかですねするとまあここはもうね40%っていうのが分かりますんで もうこの構成割合さえ分かってしまえば、あとはいつも通り枠の計算です。この有利子負債のコストについては、税引き後に直してあげる必要性がありますので、8%に1-40%掛け算して40%ですね。構成割合掛け算してください。あとの普通株と留保利益に対する資本コスト率に関しては、まあ、これはそのまま構成割合を掛け算して、最後合算していってあげればバックが11.9。2%と求まります。 これもまたね、11.92%って汚い数字なんで、割引計算の時にちょっと電卓の打ち間違いとかが生じやすい数字になってて、まあ、嫌なところがありますけども、まあ、11.92%っていう枠を前提に NPV の計算を進めることになります。で、あとは毎期のキャッシュフローさえ分かればいいわけで、まあ、こちらですね、今回、運転資本っていうところを考慮していかなければいけませんので、まあ、この問題文の指示において、 売上債債のの仕入れ債務の10ここを使って運転資本の残高毎期の金額を計算していきますと2004年度末に関してはこの2万に対して8%掛け算してでこの6千に対して10%掛け算して両者の差を取ってあげれば1000っていうのが運転資本の期末残高だからこれは2004年度期末において1000だけ投資をするって考えてあげればいいと。 で2005年度期末に関しましては同じように売上2万9600の8%仕入れ高8880の10%この両者の差を取ってあげれば14802006年度も同じですで運転資本ですから、まあ、投資回収投資回収が繰り返されることになりますんで2004年度において投資された金額については2005年度で回収されて で2006 5年度で投資された金額は2 0 0年度でここれれは回収されることになりますでで2006年度でまた投資された金額は2007年度で回収されることになって、まあ、今回いやらしいのがこの設備の耐用年数とこの設備投資の経済性計算の期間経済命数っていうところが違っているのでそこもまあミスが生じやすいポイントだと思います。 まあそこさえね、間違えなければ、あとはもういつも通りですね、各機のキャッシュローの計算については、この運転仕様の増減の部分だけがね、ちょっと難しいところになって、あとは特段難しいところは何もありませんので、いつも通りの計算してもらうと、毎期のキャッシュはこちらの数字になります。はい、で、この数字を、ワック11.92%で割引計算をしてあげて、 その金額合計から投資額2万4000円をマイナスすれば4119000円っていうのが、まあ、これが NPV の値として求まりますよということで、まあ、なかなか癖のある問題で、まあ、一見簡単そうではあるんですけどもあの解いてみると答えを出すのは意外と難しいという問題でしたね、はい。これも現実的な正当可能性っていうのは低ということになりますので、まあ、なかなかねどの問題 取れるかっていうのは人によって違ってくるところがあるのかなと思うんですけども、まあ、冒頭で申し上げたとおり、ねまあ、正当可能性低ではありますけどもどれかね本当に、まあ、1問ないし2問ぐらいですね計算問題については、まあ、正解してほしかったかなというところになります、はいまあ、以上がですね、えー、今回の管理会計論の公表と、まあ、解説ということになりまして。 まあ本当にね、あのー、担当式試験を、まあ、受験を迎えるまでの間にです、ねあのー、1年を超えるような、ね、勉強をしてきた方がほとんどだと思いますので、まあ、これまでの成果がなかなか、ね、あの点数に反映されないっていうのは、ね、辛い結果だったと思いますけれども。 是非ね今回の結果今回の結果としてあの受け止めてはいただきたいんですけども、まあ、これでねあの勉強をやめるとかですねもうこんな問題だったらね勉強したくないっていうふうには思わずにですね是非ともねあの勉強は継続してもらってあの次のね 試験においてはもうこんな難易度の問題はおそらく出てこないと思いますから、まあ、ちょっと蓋を開けてみないと分かりませんけども、まあ、こんなものが毎年続いているようではですねあの管理会計の試験をやる意味がなくなってしまいますからそこは、ね、あの安心してもらっていいかと思いますので今回、ね、思うように本当に結果が振るわない方も、ね、これから出てくるとは思いますけどもあのぜひ、ね、諦めずに継続していただければなとは思います。はいまあ、それではです、ね、これででではすねこ えー、管理会計論の公表と解説の方をね終わりにしたいと思いますので本日は皆さん本当にお疲れ様でした。